慶応各競輪場で第75回日本選手権競輪、初日を終えました。なんといっても平原浩太特選の11レースの走りはこのメンバーで先行して、そして、鈴木隆二1着、平原浩太3着という形なんですけども、勝ち上がりしっかり決めるのか、思い出されるのは立川記念の初日で、ほとんど同じような格好なんですけれども、しかしこのメンバーで先行して勝負になるのか、それを見せるのかという、もう平原が一人で走っているようなレースでした。気になるゴール後の落車なんですけれども、夕方時点での診断では5日間ぐらいの過量で、そんなに、ひどいものではないということで、平原も4日目のゴールデンレーサー賞に進み、小松崎太一も、ちょっと二次予選になるので、3日目か4日目か走るという予定になっております。ただ、落車、翌日などに痛みが出るということも、ケースとしてありますので、なんとか2人とも、ケアをうまくやってもらって、限りなくいい状態に戻せればということを祈りたいと思います。2日目、特選が2個行われて、一次予選も残りの5個が行われます。予想として、特選の中から、1つ、やっていきましょう。特選は10レースを狙っていきます。並びは8番1番鈴木伸之、諸橋めぐむ、4番2番新山恭平、佐藤慎太郎、9番3番清水博人、小倉隆二、7番5番古性優作、稲川翔、6番中本翔英が短期になります。これは本当に全てのラインが強力な連携、短期の中本も広島で、縦足だいぶ戻っていたなという感じで侮れない、ここをどこから狙っていくか、新山の先行ということが考えられると、佐藤慎太郎、ただ後ろが諸橋ということで鈴木伸之も早めになりそう、清水博人ももう今どんなレースでも早い仕掛けが、見られている、古性優作も、もう何をやってもいいし、そのコースがあってもなくても関係ない、この攻め、古性の近況の危ないぐらいの走りにちょっと期待をしたいと思います。これだけのメンバー揃いながら、後ろは稲川翔、大阪ストラット、大阪の街をカッポするようなウルフルズの面白い PV の曲があるんですけれども、このメンバーですら大阪の2人が連携すれば堂々と、3着まで、もちろんワンツーが基本の狙いなんですけれども、もう2人で支配してしまうんじゃないか、5番7番のマルチ、特に古性は今回自分で自力で優勝を取れるだけの状態でもあるんじゃないかということ、これ証明してきそう、そんな気配がいたします。狙いは57マルチです。特選もう一つは11レース、大注目が松浦雄二と郡司康平が、ここですぐに対戦というところ、本命をどこにつけるかということでも悩ましい、そんなレース、車検的にどうかなという中なんですけれども、ちょっと個人的には、郡司が先行という流れ、これを読んで、内藤秀久の 1,2,3 着の絡みということで、手を広げて狙ってほしいなと思います。先ほどの平原浩太、小松崎太一の怪我の情報なんですけれども、ツイッターにおいてはトースポ競輪班というアカウントで、逐次、トースポのニュースをして、配信をしていっております。またその動画の今回の情報に関しても、アップ次第、ツイッターでもお知らせをしていくという形になっています。特に清水博人、松浦雄二、郡司康平と、昼間にインタビューできたものなども、YouTube でもうあっという間に見られる見ることができますので、ぜひそのチャンネル登録をして通知ボタンをオン、これでもうレアな情報真っ先に、届くことができます。ぜひよろしくお願いします。